自民党では73歳の定年制をめぐってベテラン議員と若手議員が対立しています。反対です。小泉環境大臣がこう明言したのは定年制の廃止についてです。自民党は衆議院選挙の比例区で73歳以上の候補者を認めない定年制を設けています。これについてベテラン議員およそ10人は人生100年時代にあって年齢を問うべきではないとして廃止するよう二階幹事長らに求めました。一方で若手議員は新しい人材のために枠を空けてほしいとして定年制を続けるよう下村選挙対策委員長に訴えました。